敵は本能寺にあり。武将明智光秀が京都本能寺にて主君織田信長を襲い自害に追い込んだ歴史的大事件、本能寺の変。歴史を変えたとも言われるこの出来事ですが、豊臣秀吉が本能寺の変を事前に知っていたという説があります。そして現在その事実が科学の視点から検証されたというのです。果たして本当に秀吉は光秀の裏切りを察知していたのでしょうか。今回は張田康弘さんの著書日本史サイエンスをご紹介します。本能寺の変の後、秀吉が光秀を倒して信長の後継者として認知され始めたきっかけは中国大返しでした。中国大返しとは、備中高松城にて毛利氏と交戦中であった秀吉が本能寺の変での信長の不幸を知るや否や、毛利氏との講和を取りまとめ、主君の敵光秀を討つため山崎に向けて全軍を取って返した軍団大移動のことを言います。この中国大返しでの1日あたりの平均行軍距離は前半3日間で約30キロ、後半5日間で約25キロを歩いたとされており、その大変さがよくわかります。また本書では大返しに従軍した兵士の1日あたりの消費エネルギーを割り出すことで注目すべき指摘がされています。兵士の平均体重を 52kg と仮定し、1日の移動時間を8時間、携行品は鎧、鉄砲、刀、長槍など約 30kg の重量があったとして、運動強度を数値化した熱値をもとに計算しました。するとこの行軍では兵士の1日あたりの消費エネルギーは約 3700kcal に達していたと見積もられたのです。これは大規模地震で救助活動に当たった警察官や自衛隊員の方々の1日あたりの消費エネルギーに匹敵するというのです。これだけのエネルギーを賄うには兵士1人に対して1日におにぎりだと約20個が必要で、全軍2万人となると実に約40万個のおにぎりが必要ということになります。重量にすると約40トンにもなります。秀吉が信長の訃報を聞いたのは6月3日の夜から6月4日明け方とされています。それから6月5日に出発するまでにこれだけの食料を急遽必要な地点に手配することはほとんど不可能と言ってよいのではないかというのが筆者の指摘です。他にも飲料水は毎日約2万リットルが必要で、4トタルにすると277個になります。さらに味噌や塩、梅干しなどの副食品も必要不可欠です。また進軍には武将用の騎馬900頭、輸送用の駄馬1050頭が必要であり、するとまた海馬や水なども必要で、さらにそれらを運送する駄馬も確保しないといけないですよね。次に体力低下の問題についてです。長距離の行軍は日常生活とは異なった環境での重労働が続くことであり、兵士たちの体への負担は非常に大きくなるのです。例えばナポレオンのモスクワ遠征では、一説によれば30万人が戦いながら52日間に70マイル前進したところ、戦闘による損失1万人に対し、病死と隊列から置いていかれた人だけで9万5000人が損失と、全軍の3分の1を行軍中に失っています。このように歴史上長距離行軍では食料のみならず兵士の体調の問題で多くの犠牲者を出した例もたくさんあるのです。これは行程中のそれぞれの日の天候と想定される宿泊場所です。例えば8日の姫路城に宿泊した場合、板の間と畳と合わせて8000畳、仮に1畳に兵士2名が寝て全てのスペースで就寝したとしても1万6000人しか就寝できません。ただでさえ 30kg ほどの荷物を背負って消耗しているところへ、睡眠不足による疲労が重なり、さらに日に 20-30kg 歩き続ける、これを8日間続けたとなると、果たしてその後の戦闘でまともに戦えたのか、大きな疑問があります。また当時秀吉は北近江三軍と播磨、田島、稲葉を支配していたに過ぎず、それに対し毛利氏は10カ国に影響力を持つ大大名でした。軍事力の差は歴然であり、毛利氏は講和を引き伸ばせば引き伸ばすほど有利だったはずです。しかし本能寺の変の知らせを6月3日の夜に知った秀吉は翌4日に毛利氏と講和を結んでいます。なぜ毛利氏は秀吉との講和に直ちに応じたのでしょうか。果たして秀吉は光秀の裏切りを察知していたのか、謎は深まるばかりです。中国大返しよりも前の秀吉の行動や周囲の動き、中国大返し後の戦いの記録などと科学の視点を交えて歴史の謎に迫る日本史サイエンスをご紹介しました。小さな数字を徹底して読み取り積み重ねていくと大きな真実の形が見えてくる、歴史の事実を科学の目線で解明していくとても興味深いアプローチです。
この動画がいいと思った方は、グッドボタンとチャンネル登録をお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。さようなら。